吉田さん、YouTube のショート動画来年から始まりますけどもどんなショート動画がね稼げるのか人気なのかちょっと考えてみたんですけどもそうですね私がね大学生の時に後輩が TSUTAYA でバイトしてたんですよで DVD のレンタルとかってあるじゃないですかあれ TSUTAYA じゃなかったかな TSUTAYA ですよねでまあ後輩がバイトしてるって言うんで私もねまああの付き合いでちょっと店に行ったんですよで、映画を何本か借りようとしたらその すごいね、ね、怖そうな、ね、こうマッキンキンの金髪のヤンキーみたいなのがあの変なサンダルとジャージみたいなミッキーハウスっていうのを着て私の前にねこうズカズカッと割り込んできたみたいなこう並んだんですよ。で後輩がちょっとビビってもうすでに受け付け始めたんでまあ、しょうがねえなと思ってそのまま待ってたらあのそのヤンキーみたいなのがね割引金を出したかなんかしたんですよ。で、でその後輩結構真面目なんで そのヤンキーみたたいなやつにねちょっと話しかけたのが面白いんですよでヤンキーが10本ぐらいその当時ね VHS のビデオだったんですけども VHS のビデオを持ってきてガーンと置いてでその後輩が恐る恐る言うんですよ「すいませんお客様こちらの割引券アダルトのビデオには使えないんですよ」って言うんですよ。で1本は割引になるんですけど残り9本は「これ通常料金になるんです」って言ってもう真面目に答えたんですよね。 ヤンキーが怖そうなやつだったからちょっとね恥ずかしそうにしてもじもじしだして「じゃあ普通料金でいいよ」小さい声で言ってで私が後ろで思ったのはなんでこれ通常10本ぐらいそのビデオを借りたらね その中に、ちょっとアダルト系の1本か2本紛れ込まして、残りはカムフラージュってのがあるんですけども、一番上の通常のやつがカムフラージュで、9本とも全部アダルトは結構ね、やってるなと思って、ちょっと笑いをこ,うこらえるのが精一杯だったかなっていうところだったんですけども、そのヤンキーも悪いやつじゃなかったなと思ってね、心の中でこう、誇るんだというエピソードでございます。まあこういうふうなネタをショート動画で、例えば今だったら60秒ぐらいでね、話せるんで、そういうのバン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 やっていったらいいんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかね。まあその他にもなんか別に、 お笑いネタじゃなくてもね、先ほどの銀行口座をこうね、こうガーッと書くやつを連発するだけでもアクセスは集まると思うんですけども、ただそこからコンテンツ販売にはならないと思うんですよね。ただ単にこう、広告収入を得るためだったら、こう、分回すやつってのは、結構思いつくんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、そんなところで、YouTube ショート動画、来年仕掛けていけるのかなと思いますけども、うん、やっぱりあれですよね、YouTube で稼ぐ方法みたいなね、ハンモックナントーバーっていうのが出たように、今度はね、ハンモック、